RVR 三菱で自動ブレーキもないですが購入しました。平成27年に走行距離がほとんどない元試乗車の2012年モデル RVR の G グレード FF を購入し、1年ちょっと経過したのでレポートしてみたいと思います。エクステリア、先日アメリカで発表されたフロントマスクはアウトランダーと同じダイナミックシールド2016年モデルで格好良いと思います。人によっては2015年モデルのグリルやフロントフェンダーのサイドミラーをドアミラーと一体化したタイプの方が好みかもしれませんが、自分はジェットファイターグリルやサイドミラーが良かったので、あえて2012年モデルの中古を購入しました。インテリア、シンプルすぎるかもしれません。そのせいか2015年モデルではセンターパネルをピアノブラックに変更しています。三菱は財政上の都合なのか、アウトランダーからEK シリーズまでステアリングが同じという徹底ぶりです。エンジン性能、2011年10月の MC で 1.8 リッターエンジンが BOHC から SOHC になりました。またアイドリングストップが標準化し、燃費、停車中の静かさを重視し、そちらのモデルを購入しました。走行性能、発進は重めで街乗りはかったるいと感じる方もいると思います。逆に高速等では80キロ以上から走りやすい感じがあります。発進のかったるさは2015年モデルでは CVT8 で改善されているようです。本当はクルーズコントロールが標準の2010年モデルが最高だったのですが、2012年モデルでは廃止されており、中古での購入だったため後付けできず残念でした。ブレーキ性能ですが、以前乗っていたランサーセリアワゴンの方が圧倒的に効きました。自動ブレーキが標準化されていないのが残念です。乗り心地、アウトランダー譲りのプラットフォームを使っているおかげか、実際より大きな車に乗っているような安定感を感じます。乗り心地もソフトです。2015年モデルではさらにボディ剛性も上げているそうですが、逆に足回りは固めになっているようです。燃費、 G の FF ですが街乗りで11から12、高速で14から15くらいです。以前乗っていたセリアワゴンより燃費がいいです。価格、新車だと本体230万円、それにナビ、バックカメラや ETC 等のオプションを入れると値引き入れても諸費用込みで260万円程度かかってしまいますが、2年落ちの試乗車落ちの中古で本体価格170万円、オプション諸費用を入れて200万円程度で購入したので満足です。探すとディーラーの試乗車落ちは結構あり、お得感があります。総評、大きさは日産ジュークやスズキエスクードとほぼ同じですが、 RVR はアウトランダーのプラットフォームを使っており、見た目以上の乗り心地や剛性の良さがあります。ただ三菱であること、自動ブレーキがないことが足を引っ張って売れていません。それが気にならないのであれば、そのおかげで新車値引きは大きいし、中古車も安く買えるので、ぜひ試乗してみてください。